千本桜みたいな出だしね。はい。バミちゃん、バミーちゃちゃちゃ、ハッピーバースデーおめでとう。お礼ソングも兼ねて、ディーンの一人じゃない歌ってくれたんで、今回はこのスカスタイルバージョンでお返ししたいと思いますけれども、バミちゃんとは本当長く仲良くなれた気がしますね。それもそのはず、うちの息子とバミちゃんの姪っ子さんだっけ、同じ小学校事実隣の席とかだったらどうする、将来結婚したらどうする自分勝手に思い込んで裏目に出ることよくあるけど、生きて行きたい今日より明日へ、人の中で何を求め追いかけたんだろう、言葉だけじゃ分かり合えず傷つけて涙した、もがけばもがくほど孤独をさまよってた、一人じゃない君が夢に変わってゆく、向かい風を羽ばたける、笑っていておくれ、一つになろう二人、ここまで来たことが僕の勇気の証だから、変わり続けてるこの世界で、確実なものは何もない世の中だけど、君と笑い君と泣いて僕は僕に戻る、素直になれず励ましさえ拒んでいた夜を、こんな僕を包むように見守っていてくれた、君の家が見えてきた、足早になってゆく、一人じゃない、もっと自由になれるはずさ、プライドや疑いとかもう捨ててしまおう、そばにいる誰かが喜んでくれること、人を信じる始まりだとやっとわかったよ、君に出会って。ラミちゃんおめでとう、これからもよろしく。飲もうね、はい、待ってるからね、取り木取り木。一人じゃない君が夢に変わってゆく、向かい風も羽ばたける、笑っていておくれ、一つになろう二人、ここまで来たことが僕の勇気の証だから、変わり続けてるこの世界で、変わり続けてるこの世界で。というわけでディーン一人じゃないスカスタイルをお送りしました。バミちゃんいくつになった、これからもよろしくお願いします。ちょっとごめん、サーヤ問題でちょっとテンション低いかな、無理やり上げてる